皆さんこんにちは、みずおじさんです。今日はですね、あなたの iPhone どこで売るということで、どこで売ったら一番高いのか、自分に合ってるのかというところを特集していきたいと思います。で、その話をするためにですね、一つ目、下取り、買い取りの価格一覧、これ私の方で作りました。どんな感じかというと、こういったように iPhone の下取り価格一覧、各社並べているのと iPhone7 からそれ以降の最新機種まで並べています。で、下取りだけじゃなくて、こちらのように買い取り価格ですね、このメルカリとかイオシスさんとか中古業者の方を並べて比較していきます。で、高ければいいのかっていうところもあるので、2つ目、各買取会社の特徴も解説。結果的に高いけどこういう査定があるとか、付属品は必要だったり不要だったりいろいろあります。なので自分に合ったところをここで探してほしいと思っています。そして3つ目で下取り買取のまとめということで、メリットデメリットですね。なので機種変を考えている方は今回の動画で自分の iPhone の価値を確認してください。そして今回募集したいコメントは、自分が売るときこんな経験したよ、こうしたら良かったよ悪かったよ、いろんな話あると思いますので、ぜひコメントで教えていただけると皆さん助かりますので、よろしくお願いいたします。またこのチャンネルでは、単体購入した iPhone SIM カードそのままで次の iPhone を使う方法ということで、 iPhone の本体自体は安価に入手して、今の SIM カードをそのまま挿せば動く方法を解説しています。機種変を考えている方はね、必須の動画となるので、ぜひ見ていただきたいのと、こちらスマホの料金プランどれがお得かということで、通信会社各社料金とともに比較しています。たくさんのパターンで比較していて大好評ですので、ぜひこちらも見逃さないように今のうちにチャンネル登録はしておいてください。それでは早速行ってみましょう。はい、まずは前提としてなんですが、下取りというものと買い取り、自分の iPhone を手放す場合にその2種類があります。これね、違い知らない方もいるので、まず知っておいてほしいというところで簡単に解説していきます。まず下取りというのはですね、1つ目、古い製品をお店に引き取ってもらい、新しい製品の購入価格から差し引いてもらう方式。 iPhone で言えば、古い iPhone を引き取ってもらって、新しい、例えば iPhone16 とかから本体価格をその分引いてもらう、それが下取りです。要するに2つ目、交換が前提です。そして値引きとして適用される。よくね、車なんかでもこういった方式使われますよね。そして3つ目が購入とね、売却が一度で済むため便利なんだけれども、一般的には買取価格より低くなります。これにはまあいろいろあるんですが、基本的に付属品とかもなし、条件もほぼなし、壊れてなければ引き取るよというところなので、買取よりは安いです。ただし手間はかからない。これが下取りです。そしてもう一つ、買取。こちらの方が馴染み深いかもしれないんですが、1つ目、中古品を買取業者に売ることで、その場で現金や振り込みなどで代金を受け取る取引になります。この辺はね、経験している方多いと思います。 iPhone に限らずね、使わなくなったものとか遊ばなくなったゲーム、そういったものを売却して現金を入手したことたくさんいると思います。で、下取りと違って2つ目、新しい製品の購入の必要はありません。下取りはあくまでも交換ですが、買取はその必要がありません。そして3つ目、下取りに比べて価格は高いです。さらに高い業者をね、自分で選択することも可能なので、調べたりお店に足を運んだり手間はかかりますが、価格自体は高くなります。どちらもね、一長一短ありますが、下取りと買取というのはそういった違いがあるということはまず覚えておいてください。続いて下取りと買取一覧表に行くのですが、まずは下取りの一覧表からお見せすると、こちら iPhone 下取り価格一覧表になります。縦列に iPhone の機種とストレージ、横列に下取りに対応している会社と、一番右参考までに平均下取り額ですね、これ機種ごとに出しています。なのでだいたい自分の iPhone は今このくらいの価値なのかなという平均ですね。ここはもうほんと参考までです。で、各社特徴は後でまとめるんですけれども、 Apple は最大額しか公表していません。要するにストレージが一番高い額の下取り額、これしか公表していません。なのでストレージを下げればそれより下がっていきます。ただ下がり幅はそんなに大きくないので、これは後で実例をお見せいたします。で、ソフトバンクの場合は PayPay ポイントでの還元になって、その額を記載しています。ただ本体の値引きにも当てることができて、その場合値段変わるんですね。例えばこんな感じで、ソフトバンクさんのページなんですけれども、 iPhone14 Pro Max を売ろうとすると PayPay ポイントなら102,000円なんですが、機種代金で値引きになると 99,360 円ということで若干下がります。これはどの機種でも機種代金の値引きの場合若干下がります。 PayPay ポイントの方がお得ということですね。ただその場でね、やっぱり機種代金値引きしてほしい人も多いと思うので、どちらも選べるようにはなっています。そして au、 ドコモ、楽天モバイルもそれぞれポンタポイント、 D ポイント、楽天キャッシュなんですが、本体値引きに当てられるのは au とドコモだけで、楽天モバイルはですねですね、ちょっと特殊で下取りと言いつつ、本来は下取り、先ほど解説した通り交換が前提なんですが、下取りだけ受け付けています。ちょっとね、不思議なんですけれども、そのような形式を取っているといった違いが各社であります。で、このページだけでもね、結構わかることがあるんですが、例えば iPhone7 から iPhone10 まで、ここまではね、iOS のサポートが切れているので、基本的にはやや安価に見えます。10R 以降はね、iOS18、次の iOS まで対応しているので、結構ね、高めの金額が設定されています。ただ、その中でも Apple は基本的に高いです。この赤文字がね、続いているところからわかる通り、もちろん最大ストレージの価格ではあるんですが、基本的には高くなっています。あと、ソフトバンクの特徴としては、ストレージに関係なくこの価格ということですね。例えば iPhone7 の 32GB を持っている。じゃあ au で下取りに出そうと思ったら2750円ですけれども、ソフトバンクなら3600円。ちょっとお得になる。逆に 256GB。au なら4400円だけど、ソフトバンクだと3600円なのでちょっと下になる。なのでストレージごとに損得ありますが、あまり容量のことを気にせず下取りできるのがソフトバンクの特徴とも言えます。そして au はなぜか昔のでも高いです。この辺で見ていただいてわかる通り、2000円から4400円まで iPhone7 で下取りしているのに対して、ドコモとか楽天モバイルはね、1000円2000円ですし、ソフトバンクは3600円ですし、この辺はですね、古くても高いのがなぜか au です。で、ちょっとね、自分の機種ゆっくり見たい方はここで一時停止して見てほしいんですが、ここからちょっと iPhone XR 以降見ていきます。はい、ここからがね、iOS18 まで対応している機種になるので、基本的にだいたい1万円は超えてきます。ストレージが低いとね、ちょっと1万円切るものもありますが、結構高く買い取ってくれます。自分がね、予定しているところ、もしくは乗り換え予定しているところ、そこを見比べながら価格の方は見てほしいんですが、先ほど言った通り Apple は最大額、これ 19,000 円しか公表してないと言いましたが、例えば 64GB、iPhone XR を下取りしてもらおうと考えると、256GB が 19,000 円なら 64GB って結構下がりそうなイメージありますよね。なんですが、実際やってみると、こんな感じで Apple のウェブページで購入するときにもう下取りの予約ができるんですけれども、下取りに出すデバイス iPhone XR、これ 64GB なんですが、なんと 16,000 円です。あんまり下がってないですよね。256GB で 19,000 円、64GB で 16,000 円ということは、おそらく 128GB も 17,000 円か 18,000 円ぐらい。なので、思ったより下がらないといった感じです。他だと 8,000 円とか 6,000 円、ソフトバンクでも容量にこだわらないといっても 12,000 円なので、Apple はね、かなり高い傾向にあることがこれでわかると思います。ちなみに下取りの場合は全ての会社において、箱も付属品も不要です。査定額に全く影響しません。それが下取りの良さなので、価格は買い取りより若干下がりますが、素早くね、その場でね、全ての取引が終わるというところではかなり楽にできます。で、10S、10S Max、11とどんどん値段は上がっていくんですが、やっぱりですね、プロ系は未だに高い印象がありますね。11 Pro なんかは 512GB であれば 31,900 円、Apple でも3万円。だいたい2万円から3万円ぐらいの価値がね、平均でも 23,000 円なので、大きな価値があるというところと、Pro Max となるとやはりもっと高いですね。11 Pro Max なんかは 38,000 円が最大です。で、SE のね、第2世代はそもそも定価が安価だったので、結構安いです。Apple でも 14,000 円。他ね、1万円切ってる場合もあるんですが、ドコモだけはね、どれでも1万円は超えてきます。まあ、平均としても1万円なので、若干低めな買い取りではありますが、まだまだね、価値はあるといったところです。続いて iPhone12 シリーズ、ミニから Pro Max まで見ていくんですが、この辺になるとですね、全体的にもう高いです。ちょっとね、ミニがソフトバンクだけめちゃくちゃ安いんですけれども、他はですね、128GB だとしても2万円くらいはするイメージです。そしてプロとプロマックスになると、ドンと値段が上がって、Apple でもプロは 46,000 円、プロマックスは6万円となりますね。これやっぱりかなり高くなります。というのもやはりここからね、プロマックスなんかは画面が大きい 6.7 インチなので、当時の販売価格もね、高かったですけれども、買取価格もかなり高い。平均 47,000 円ですからね、だいぶ高くなります。こうなってくると、例えば iPhone12 Pro Max を下取りで iPhone15 買いますという時は、iPhone15 って124,800 円なので、だいたい5万円ぐらい引かれるとしたら、7万円くらいで iPhone15 が手に入るということになります。ただ、今下取りの話してるので、売却の方だともっと高いので、そちらの方もね、楽しみにしておいてください。そして13シリーズを見ていきましょう。で、13シリーズ見ると、プロとプロマックスには 1TB が入ってきているので、こうなると本当に高いです。この辺になると、キャリアの方が高いことが多くて、ミニは Apple が一番高いですが、47,000 円。平均は4万円。で、13だと楽天モバイルが一番高くて 52,000 円。他もね、だいたい5万円くらいでは買い取ってくれます。平均は 47,000 円。で、プロとプロマックスに至っては、Apple で 67,000 円、83,000 円。これが最高額なんですが、それより高いのがドコモで7万円と 88,000 円。まあもちろんこれはね、1TB 8GB なんですが、例えば 256GB プロで見たとしてもやっぱり6万円ぐらいはするんですよね。プロマックスも 128GB、256GB どちらを見ても7万円から8万円近く、平均でも7万8000円、この辺になってくるとかなり高いです。特に13 Pro、プロマックスは初めて 120Hz ですね、これに対応しているので画面が滑らかというところから価値も結構高くなっています。そして iPhone SE3 なんですが、これはね、高いと取るか安いと取るかちょっとあるんですが、 Apple だと3万1000円、他はね2万円いくかいかないか、楽天モバイルは2万円超えといったところなので、平均としては2万円くらいですね。 SE だとやっぱり 64GB 使ってる方が多いと思うので、楽天とかソフトバンクだと2万円近いのでお得かなというところ、au ドコモの場合は若干低くて、 Apple は3万1000円なので 64GB の時どのくらい下がるかちょっと見えないんですが、もしかしたら2万円以上なのかもしれないですね。これはちょっとシリアルナンバー入れればわかるので、良ければ誰か知っていたら教えてください。そして iPhone14 シリーズ、下取りとして発表されているのは基本的に今はここまで、楽天モバイルだけ15はありますが、今のところ最新機種と交換という意味では最新機種が iPhone15 なので、各社ほとんどまだ出していない状態です。そういった中で見てみると、もうこの辺は最新に近いので、14ですら6万7000円、平均でも5万円超えで、プラスプロマックスとなるにつれ上がっていくんですが、上がり方が結構幅が大きくて、平均だけ見ても6万円、7万4000円、9万円ということで、14 Pro Max はかなり価値がありますね。Apple だと一番高いですし、ソフトバンクならストレージ関係なく10万円超え、au とドコモは若干安いんですが、楽天モバイルは結構高いです。一番高ければ10万200円、128GB でも8万7000円です。なので今見てきた感じで話すと、 Apple はもちろん最高額というところは高いんですが、基本的に新しい端末が高いのは楽天モバイルになります。14になってくると全部他社を超えていますよね。 Apple は超えていませんが他社より高いです。でドコモはだいたい中間ぐらい、そして au は新しい方は若干高め、ソフトバンクはストレージによってお得みたいな取り方ができます。一応楽天モバイルの iPhone15 も見ておくとこんな感じになってますね。ちょっと1社しかないので平均も何もないんですが、これだけ見ると定価がですね 124,800 円なので、最新なのに下取りで半額になってしまうのは iPhone としてはねかなり安価になってしまいます。なので最新機種の場合はどちらかというと下取りじゃなく自分で売却、今なら箱とか付属品、傷もないでしょうしバッテリーも傷んでいないと思うので、新しければ新しいほど買い取りの方をお勧めいたします。では買い取り一覧の方にも行くんですが、一旦下取りのまとめをするとこんな感じですね。各下取り会社の特徴ということで、先ほどの会社 Apple から楽天モバイルまでで共通しているのは付属品は不要です。査定には影響しません。これがね下取りの良いところなので、付属品は不要です。あと細かな傷とかそういったところも気にされないことが多いです。基本的に動けば先ほどの価格で買い取ってくれます。価格設定も上下がないんですね。最低金額とか最高金額がなくて、基本的には出ている額で買い取ってくれます。そして購入の要不要ですね。通常下取りは交換が条件という話だったんですが、先ほど解説した通り Apple からドコモまでは基本的に必要ですが、楽天モバイルだけはなぜか下取りだけ可能です。新しい製品の購入は不要。ただマイナス面もあるので、そこをちょっとここで補っていきます。でまず Apple はほとんどの本体で一番高額なことが多い、先ほど見ていただいた通りですね。で新しい製品購入の値引きに適用可能だが、本体の値引きですね、これ可能なんですけれども Apple ギフトカードで受け取ることもできる、これも可能です。今使いたくないんだけどっていう時はギフトカードの方にしておくことも可能で、ソフトバンクは先ほど解説した通りストレージ容量に左右されない下取り額のため、低いストレージだとお得な場合あり、これもさっき見た通りですね。で PayPay ポイントか本体値引きにするかで価格が若干異なるんだけど、本体値引きの方が若干価格が低くなってしまう、こういった特徴があります。で au の場合は古い iPhone11 あたりまでは下取り額が高い場合が多い。古い iPhone は au がなぜか高いです。で本体値引きにも適用できるし、ポンタポイントにすることも可能です。この辺は各社一緒ですね。でドコモの場合、他社と比較すると中間くらいの下取り額の場合が多い、高くもなく低くもなくといったところです。ただ先ほど下取り額載せましたが、ドコモ購入とそれ以外で購入した iPhone の本体で若干価格が異なるんですね。先ほどはドコモで購入した iPhone を売る場合にしていますが、他社で購入した場合の方が高い場合もあったりします。ただそんなに大きく変わらないのであまり気にしなくてもいいかと思っています。で au と同じように本体値引きにも適用できますし、 D ポイントで受け取ることも可能です。そして楽天モバイルの場合は下取りと言いつつ新しい製品は不要なんですが、特徴としては全体的にね、下取り額が高めに設定されています。特に新しい iPhone についてはかなり高かったですよね。で、下取りと言いつつも新製品の購入の必要はないなんだけれども、楽天キャッシュでの還元が1ヶ月から1ヶ月半後のため急ぎの場合は向かないということで、すぐにでもね、お金に変えて新しい iPhone を買おうというふうに考えている方には全然向かない設定になっています。ただ新しい本体を買う必要はないので、計画的にね、実行することは可能です。でもサブ機とかなかったら1台手放してしまって1ヶ月半待てないですもんね。なのでちょっと高めの設定とはいえ毛色が違うなというのが楽天モバイルになっています。ここまでが下取りで、どちらかというと次の売却の方がメインの方が多いと思うんですが、では売却一覧の方に行ってみましょう。それがこちらですね。 iPhone の買取価格一覧表、私たちから見れば売却ですね。でこれもですね、同じように8月28日調査時点の価格になります。変動はしますがおそらく傾向は一緒でしょうというところは同じです。同じように機種が縦に並んでいて会社が横に並んでいますが、目安のために Apple だけ下取り額で載せています。どれだけね、買取というのが高いかというところで、下取りが結構高いのが多かった Apple を載せています。これより高ければやっぱり買取高いねという見方ができるというところで載せてます。で、平均売却額も一応載せていますので、どのくらいの価値がね、買取だとあるのか、それを見ていきましょう。かなり高くなります。で、各社というのはメルカリ、これはさすがに平均値です。最高額を載せてしまうといくらでもあるので平均値、あと私の判断ですね、見たところこのくらいだというところになります。そもそも個人売買なので変化も大きいので、あくまでも目安。そしてイオシス、ゲオモバイル、ニコスマの場合はウェブサイトに載っていた価格になります。しかも最高額の方を採用しているので、これより査定によって下がる場合もあります。その査定についてはこの後解説もいたします。で、パッと見た時 Apple も存在する iPhone7 プラスから見ていくと、例えば Apple 最大で7000円ですが、この価格メルカリ、イオシス、ゲオモバイルは1万円以上も狙えますし、ニコスマさんは安価なんですが、買取では珍しく箱とか大きな傷とか動作不良以外では気にしていない価格です。なので安価ではあるんですが売りやすいというところがあります。それでも7000円なので、やはり買取結構高いことが分かりますよね。で iPhone7 から iPhone10 まではサポートが切れているので、やはり売却の方も価格はかなり下がります。一番高いものでも iPhone10 ですが1万6000円、なのでこういった中古業者はそういったところも結構気にするのでかなり安くなってます。ただこの中でも iPhone8 プラスっていうのは結構人気で、実は Apple でも先ほど解説しなかったですが iPhone10 より最大額8プラスの方が高いです。 256GB であればメルカリなら2万円以上は狙えますし、他でもね1万7000円とか1万2000円、1万3000円、結構高めですね。 iPhone10 もね同じくらい高いんですが8プラスは意外に高いというところを覚えておきましょう。じゃあサポートされているこちら iPhone10R 以降を見ていくんですけれども、サポートというのは先ほどから言っている通り iOS18 以降ですね、それがサポートされているものを見ていくと、やはり基本的にはメルカリが高いです。たまにイオシスさんの方が高い場合がありますが、個人売買というところから正直言ってこれ平均値なので、これより高くも狙えますし、これより安くなる場合もあります。ただ手間の分やっぱり高いところはありますよね。例えば iPhone10S Max なんか見ると 512GB でメルカリなら4万3000円ぐらいが平均ぐらい、高ければね5万円近くもあったりするんですが、イオシスさんだと最大でも3万5000円、ゲオモバイル、ニコスマさんだと3万円2万円と落ちていくといった感じで、手間さえ惜しまなければメルカリは一番高いです。ただやっぱり手間もあるし、自分で発送もしなきゃいけないし、写真も撮ってアップロードしたり、メッセージも送って、トラブルがないように気をつけて、下手するとトラブルに巻き込まれたりもする。それがやっぱり個人売買なのでその分は高いです。ただ売って評価を受けて最後現金化っていうところまでは結構長いので、そういった意味では手間だけは結構かかる。でイオシスさんの傾向としては基本的に高いです。他社と比べてもメルカリを除けばほとんどの場合で勝っていると思います。この欄、例えば 11Pro 見てみましょう。 64GB だとしても3万4000円、ゲオモバイルとニコスマさんは2万9000円ぐらい、これはストレージ上げても一緒ですね。 512GB なら4万5000円、他は3万8000円、3万6000円と結構下がります。ただ査定についてはイオシスさん結構厳しくて、こちらのように、これイオシスさんのページなんですけれども、 A ランク、先ほど書いてる最大額で買い取ってもらう場合は使用感が少なく傷はないです。この傷はないがポイントで、傷が全くないものが A ランクになります。目に見えない目立たない傷でもそれは傷と取られますし、ケースの跡、これなんかも拭き取ればね基本的には落ちると思うんですが、そういったものも傷扱いされるのでなかなか A ランクが取れないという話はよく聞きます。なのでその場合はまず A ランクは取れないので、先ほどの最高額からはちょっと落ちるんですけれども、そうなると次が B ランクなんですが、こちらもですね、目立つ傷がない、かつですね、画面に傷がないものなんですね。なので、画面に目に見えない傷でも、やっぱり B ランクにもなれない、C ランクになります。これはなかなか厳しいですよね。ただ、きちんと歌われているので、これでね、自分で判断して、あ、自分のは C ランクだな、とか、そういったところの判断にはなります。なので、傷とかなければ、イオシスさんが一番高い。ただ、傷とかあると、他を選んだ方がいい可能性も出てきます。そして、ゲオモバイルさんですね。ゲオモバイルも、そんなに安くはないです。結構高めに設定されていると思いますが、イオシスさんの方が高い。特徴としては、査定基準は社外費で非公開なんですね。なので、基準はわからないんですが、基本的な動作不良とか、画面に傷とか、そういったところの判定で、この査定額、これは最大額なので、下がる場合もあります。ただ、その範囲が、イオシスさんとかに比べて狭い方ですね。確かにイオシスさんの方が高かったりはするんですが、そもそも低くなった時の範囲が小さいので、目安がつきやすいというところはあります。で、ニコスマさんの特徴は、こう見ただけでわかると思うんですけれども、結構価格自体は低かったりします。例えば11で見た時、256GB だと、メルカリは38,000円ぐらい、イオシス33,000円、ゲオモバイル30,000円、ニコスマさん29,000円と、若干低い。これはね、新しい機種になればなるほど結構差が開きます。ニコスマさんが安価になっていきます。この後見ますが、ただ付属品は不要だし、細かい傷も査定に影響しないという風に歌っているんですね。そういった意味では、この1,000円くらいの差だったら、おそらく箱なし、やや傷ありとかであれば、ゲオモバイルよりニコスマさんの方が高く売れる可能性はあります。もちろん、動作不良はなしの場合の話です。そういった特徴があります。あと、メルカリは、この額、平均額ではありますが、手数料 10% 取られます。例えば、10S Max 512で売れたとしても、43,000円の手数料 10% 取られるので、だいたい4,300円取られるとしたら、結果的には39,000円ぐらいになるというところも覚えておきましょう。で、その目で見ていくと、例えば iPhone11 あたりからね、そろそろ機種変更しようかというところを考えている人多いと思うので、11を見ていくと、やっぱり平均額が下取りより全然高いです。Pro Max であれば平均額46,000円にもなります。先ほど下取りの iPhone11 Pro Max いくらだったか覚えているでしょうか。46,000円ではなく、こちらです。29,000円。下取りの場合はこのくらいになるんですね。しかもこの価格を引っ張ってるのって正直 Apple の下取り額なので、それ以外で見ると結構低くなってます。なので15,000〜16,000円ぐらいの差もあるので、やっぱり売却は高いなというところ。で、この辺から乗り換えるにしても、平均額でね、だいたい30,000円、35,000〜6,000円、45,000〜6,000円ということで、11あたりからはかなり価値が出てきます。最新機種にね、30,000円、40,000円当てられるとしたら結構いいですよね。で、iPhone SE2 に関しては、下取りよりは確かに高いんですが、実はそんなに変わりません。そもそも価格がね、安いというところもあるんですが、そういったところから平均額も若干下がっています。こればっかりはね、買うときも安いので仕方がないというところですね。そして12シリーズ見ていくと、やっぱりメルカリは当然高いんですが、イオシスさんもね、結構高いです。ミニはやはりね、若干どこの会社も安価ではあるんですが、こちらもプロマックス、先ほど言った通り、画面がね、6.7 インチとすごく大きくなったので、平均で65,000円。メルカリとかイオシスなら、128GB でも65,000円、66,000円と、かなり価値があります。高ければやはり80,000円くらいになるので、この辺になってくるとね、価値はとても高くなるので、新しい iPhone 買いやすくなるのではないでしょうか。続いてね、13シリーズ見ていくと、こちらです。実は13mini、やはり人気で、13と価格差があまりありません。これ平均で4,000円しか変わらないんですね。13と13 Pro は20,000円ぐらい変わるんですけれども、特にですね、メルカリでの13 mini の人気が高くてですね、他よりやっぱり高いです。特に 512GB は在庫がないんじゃないかっていうぐらい見つけられなくて、高めになっています。で、イオシスさんでも高いですし、他も高いです。13とあまり変わらないところもあります。これはやはり13 mini の人気を表しているんだと思います。特に個人売買のね、フリマなんかでは人気のある機種っていうのは高く売れがちなので、ここで値段を釣り上げているというところもあるんですが、それにしても高いと思いますね。先ほど言った通り 512GB がイオシスさんだと72,000円なんですけれども、13でも75,000円、3,000円しか差ないんですね。他のストレージは10,000円とか7,000円とか差があるのに、本当にね、この512やや希少になっています。なので13ミニと13あまり変わらないというところと、プロとプロマックスはさすがにですね、ここから 120Hz 対応ということでかなり高いです。プロで80,000円、プロマックスは93,000円ですね。こうなってくると、安い iPhone であれば普通に買えてしまう値段ですね。最新の iPhone、 例えば iPhone15 に乗り換えようと思っただけでも90,000円手に入るのであれば、手出しは30,000円くらいで済みます。これはかなり高いですよね。そもそもメルカリだと基本10,000円以上出さないと 128GB すら手に入りません。で、この辺からニコスマさんが安いというところが目立ってきます。新しければ新しいほどちょっと安くなってるんですね。この辺は多分そんなに新しい機種に力を力を入れていないのかなという感じはします。そして SE3 を見ていくと、これはね、意外に高くてですね、平均38,000円ぐらいです。だいたい4万円くらいするので、SE3 からね、何か乗り換えようっていう時にも、3万円から4万円くらい値引かれると思えば、いい値段だと思っています。まあそもそもね、これ高性能ですからね、高いのも頷けます。そして14と15になっていくと、もうほとんど現行機種なので、本当に高くなってきます。14の一番安いモデル 128GB でも、メルカリなら9万円、イオシスさんで8万円、ゲオモバイルで72,000円、ニコスマさんでも6万円超えということで、とにかくこの辺になるともう価値が出てきます。512になると10万円超えてますし、平均でも82,000円。プラスも大体価格差は一緒ですが、平均91,000円。プロとプロマックスに至っては10万円超えの11万とか12万6,000円ですね。もうプロマックスのこの辺の価格はものすごく高いですね。ただニコスマさんはね、全部10万円に設定していて、やっぱり物が揃っているのであれば、手間をかけても良ければメルカリ、お店でやってもらいたいというのであればイオシスとかゲオモバイルさん、この辺だとやっぱり高く売れますね。そして最新の15を見ていくと、これもね、もう見てわかる通り、ほとんどが10万円超えです。一番安い15でも11万円。定価が124,800円なので、ほとんど安くなってないですよね。というのは、そもそも今のところ最新機種なので、メルカリに出ているものもバッテリーがね、状態がいいもの、傷もないもの、とにかく新しいので、単純に高いです。平均も10万超えですね。で、プラスとかプロも同じような感じで高くて、プロマックスに至っては 1TB、メルカリなら22万円くらいでも売れてました。定価が248,000円なので、3万円くらい引かれてると思えば確かに安いんですが、高く売れるチャンスはメルカリかなり高いです。ただ、イオシスでもゲオモバイルでも高くて、特にゲオモバイル、最新機種はイオシスさんより高い場合が多くて、この辺はね、新しいものに力を入れているんだなっていうのが見えます。ニコスマさんは逆に新しいものは特に力を入れていないんだなという感じです。この辺もう全部10万円ですからね。で、イオシスさんは基本的に平均的に高いといったところ。なので、この辺の各社、特徴と補足事項をまとめると、こちらですね、各買取会社の特徴ということで、メルカリ、イオシス、ゲオモバイル、ニコスマ、これでまとめていくと、まずですね、付属品の有無の影響があるかというところでは、メルカリはもちろんあります。ただ個人売買なので、個人の判断によるんですが、基本的にはあり。イオシスさんはきちんと謳っていて、一つでも欠品する場合は 5% 程度減額ということです。なので、2万円で売れるものが、一つでも付属品、箱を含めて欠けていると、19,000円程度になるということです。で、ゲオモバイルさんは減額とは書いてありますが、いくらという風なのは明確にはわかりません。で、ニコスマさんはなしですね。ここを見るだけでも各社違うので、自分の今持ってる iPhone の状態で決めるのもありかと思います。で、特徴としてはメルカリさんから行くんですが、間にね、やっぱり買い取り業者が入らないので、基本的には高額。だけれども、メルカリへの手数料 10% を支払う必要ありということで、先ほどの価格を見た感じでは 10% 以上高いんですが、まあ、トントンになる場合もあったりするので、この手数料だけは考慮しておく必要があります。あと、ネット上でね、ほとんど完結するので、売りやすさもありますが、梱包とかね、発送、こういったことはね、自分で行う必要があります。もちろん、出品するのもそうだし、写真撮るのも自分でやらなきゃいけません。また、状態などはね、正確に記載しておかないと、トラブルに発展する場合があるので、注意ということで、あくまでもね、個人売買なので、間にメルカリさんは入っていますが、傷のことが書いてなかったりすると、トラブルに発展しがちなので、この辺はね、正しく書いた方がいいです。写真も載せて、写真のような傷があるけど、気にしない方だけ購入してください、みたいなことを書いておかないと、めんどくさいことになる場合もあるので、そういった手間がかかります。ただ、高額。そして、イオシスさんの特徴としては、最大買取額はほとんどの機種で、メルカリを除いて他社より高く、状態が良ければ高額に売却できます。ただし、先ほど言った通りね、査定自体は厳しいです。ケースアートや目に見えない画面の傷でもランクが下がります。ただ、査定基準ね、ちゃんと書いてあるというところでは、ありがたいですよね。で、他、付属品が欠けても 5% 程度減額。それと、バッテリー最大容量が 80% 未満でも 20% 減額になります。というところから結構古いものだと、かなりの減額ですね。もし付属品もないし、バッテリー最大容量も 80% 未満の場合は 25% 下がるということです。25% 下がるということは、例えば5万円であれば 37,500 円になるということですかね。この辺も覚えておきましょう。そして、ゲオモバイルの特徴は、査定基準は社外費になっていて、公開されてないので、詳細は不明です。基本的には動作不良とか、傷とか、そういったところで査定はされていると思いますが、特に公開はされていません。で、買取額自体は普通なんですけれども、最低額と最高額の範囲が他に比べて比較的狭いので、ある程度目安がつきやすい。そして、近年の iPhone は高めに買い取る傾向あり。ということで、どういうことかというと、こちらのように、こちらゲオの買い取りのサイトなんですけれども、例えば iPhone15 Pro Max、要は最新ですよね。ゲオは新しいのは高いと言いましたが、こんな感じで未使用なら 192,000円。力を入れすぎなんじゃないかっていうぐらい高いのと、未使用 au じゃない普通の中古でも18万8400円で、価格幅もですねこれ3万8000円ぐらいありますが、最新機種だともっと開いている場合多いので、この幅は結構狭い方ですね。なのでゲオモバイルはそういった特徴があります。そしてニコスマさんの場合は他社と比較すると買い取り額は先ほど見ていただいた通り低いんですけれども、付属品とか細かい傷は査定に影響しません。これはニコスマさんの方で歌っています。で、ネット買い取りのみで本体の状態に関する質問3つに答えるのみ、これで買い取り金額が出るので分かりやすい。ただし近年の iPhone は買い取り額低いため、そこは考慮する必要あり。これも先ほど見てもらった通りですね、新しい iPhone は特に高くないので他で売った方が得ではあります。ただこの売るとき簡単っていうのはこんな感じで、本当で買い取りにおけるグレードの基準、これニコスマさんのサイトなんですけれども、この3つの質問だけです。ネットワーク利用制限が×ではない、これははいじゃないと売れないのでまず必ずはいなんですけれども、あとは画面が割れてるか機能不良があるか、これだけです。これ答えるだけで A グレード B グレード C グレードになります。なので割れてない いいえ、機能不良がある いいえにすれば A グレードになるということですね。これがね細かい傷を気にしないというところの理由です。そしてもう一つすごいのがこちら、減額なしと歌っています。先ほどのね申告内容、これがねシンプルな申告項目を設定していると。でそれによって買取金額出るんですが、約9割のお客様がご申告いただいた通りの金額でお受け取りいただいていますということで、納得の金額で売れているということですね。新しいのは確かにね安すぎるのでニコスマじゃない方がいいとは思っていますが、古いものだと他を超える場合が結構出てきますので、そういった時にはここを考えてみましょうということで、下取りとか買い取りのメリットデメリットを話していくと、こちら下取り買取まとめですね。まず下取りの方のメリットとデメリットから、上がメリット下がデメリットです。まずメリットは一度の手間で本体が安価になるので、本体の値引きですね、時間がない人にはおすすめです。要は確かに安いんですが、本体だけ持って行って、例えば店頭に持って行って箱とか準備しない、付属品も準備しない、新しい iPhone が欲しくなったといったら、もちろんバックアップ動向はありますけれども、その場で1回の手間でもう新しい iPhone 値引きで手に入る、このスピード感は結構いいですよね。価格的には損という人もいるとは思うんですが、時間の方が大事という人もたくさんいると思うので、買い取りの方が高いんですが、店舗を歩いたり、あんまり納得いかなかったらキャンセルしたり、メルカリだと出品したり、文章を書いたり、トラブルに対応したりという時間がかかることが絶対に起きるので、この下取りは時間がない人には本当におすすめです。ただ2つ目、ただし売却買い取りよりは価格は結構低いです。数万円近かったりもするので、この辺はやっぱり考え方ですね。手間が省けるということが一番のメリットの人もいると思うので、そういった場合は下取りをおすすめいたします。そして買い取りのメリットデメリット、上がメリット下がデメリットなんですけれども、まずメリット、下取りと比較して高額になる場合が多いので、少しでも高くしたい人にはおすすめです。これはまあ何回も言ってきましたし、先ほどの表を見てもどう考えてもね買い取りの方が高いです。ただデメリットとしては2つ目、ただし査定額が大きく上下することと、メルカリなどはトラブルにならないように気をつける必要もありということで、途中でもね解説いたしましたが、査定額がね最大額で売れるとは限らないということと、メルカリのようなね個人間のやり取りだとちょっとしたことでねトラブルになったり、もしくは単純に出品から取引成立まで時間もかかりますので、そういったところがデメリットになります。なので自分に合う方、価格と見合わせて下取りにするか買い取りにするか決めてみてください。はい、ということで本日はあなたの iPhone どこで売るということで、結構長めに解説してきました。一覧表はですね、一時停止してゆっくり見ていただければと思います。全部説明するとね、ちょっと時間がかかってしまうので、ざっくりと説明いたしました。そして特集で思うのが1つ目、古くても資産価値がある iPhone ということで、本当に古いものでも高いですよね、iPhone。この写真、実は全ての iPhone が並んでいる私の私物なんですけれども、これをね、一番高いイオシスで全部売ったらいくらになるか、iPhone7 以降にはなりましたが、さっき計算してみたら、200万ぐらいになりました。なので資産価値かなりあります。で、2つ目、眠っている iPhone があればね、売却するだけっていうのもありだと思います。価値がないと思っていたものでも、数千円から数万円の価値があったという人いるんじゃないでしょうか。そういった方いればぜひコメントもいただきたいです。そして3つ目ですね、損しないように新しい iPhone を入手しましょう。先ほど言った通り、自分に合ったところで下取りなり、買い取りなり、何でも良いですが、なるべくね、損しないようにしていきましょう。ということで、本日もですね、感想や下取り、売却での実体験コメント、これ本当にお待ちしておりますので、皆さんコメントの方よろしくお願いいたします。またこのチャンネルでは SIM カードそのままで次の iPhone を使う方法ということで、 iPhone 本体は安価に買ってきて今の持ってる SIM カードをそのまま使う方法を解説している動画や、スマホの料金プランどれがお得なのか、各通信会社と価格を比較して自分に合った料金を選んでいこうという動画もありますので、これらも見逃さないように今のうちにチャンネル登録をしておいてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。